登っていく感じですな。また半分マンの足がいるのか。ここは食らっちゃうんだよね絶対。なんか方法ねえのかな。まあ、食らっちゃうっていうか実体化しちゃう。でまあ登って右ね、左とかなんかあったりして、あ、鈴の音するね。ここ開く、多分ここ開くわ。あるねー。あ、まだあった。ありがとうございます。2回連続どんどん溜まってくな。うわー、なんか結構こうガチで見た気がする。あ、この右もなんかあるぞ多分。ここいや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 、マップだけありゃいいじゃんとか言ってたけどさ、全然だね。右行ってまっすぐ行けいい。あ、おまえか、タフだよねなんか。タフだよね。うちょ、あ、取れないのねこれ。やられた。めっちゃ使ったわ。タフだの。痛い。当たらんのかい。普通にこれで倒せばいいじゃん。下当たってる。行きましょう。で多分右に、あ、結局なんか扉だっけ、開けられなかったとこあった気がすんな。右側になんかん、いけねえな。部屋ありそうなんだけどな。部屋部屋ないな。ん、鈴の音あするね。ここか。ん、違うな。一個上？いやらしい当人な。いやらしい当人。その右かな？ここかな？あったー。ん？これか。もう終わってるよね？いえ、大丈夫です。これ、あ、じゃあ、上との共通みたいな感じか。これで終わりか、ここは。あと、どこかね。冒涜の、ここ行くべきだよね。行こうか、じゃあ。他、ちょっとここ、でも、ちょっと見たか。いや、十分見ただろうな、ここは。よし、戻ります。痛い。のでまたワープゾーン戻ろう。他怪しいとこないよな。大丈夫そう。よし、じゃあやはりワープゾーンに戻ります。でアルベロから冒涜の貯水路行った後、本土かな、あまり見れてないところ下の、ん、右でいいんだっけ、右だな。音がしない。右だね。アルベロ、ここです。
貯水湖。貯水湖？ここだね。下降りて右。右ってずっと右か。泥はぎあった方がいいかな。でこの左、ここの左、あ、音するわ。え、ここ、この左、違った。うん、音するよね。ドハギつけるか。この下、ここ、あったあ、また3つ目だよ。今日だけで清めます。これ体力バーと同じとこまで行くのかな。そうなるとあと2個、あ、実績解除されたね。これがラストっぽいな。とりあえず熱情ゲージはこれで多分満杯。ロザリオのあれでなんか変わってる。いやでも赤玉と青玉両方つけてるわ。これが熱情でしょ。こっちが体力だね。お、終わったので、じゃあ本土行ってみる。縦の太いところすごい見逃してるからね。ここさ、下あるの。いや、なかったよね。結構探したよね。かすりもしなかったよね。ここ太いのは多分ここがあるから、他ないよね。山頂、あ、探した探した。探した後です。修道院もあんまり探してないっちゃ探してないな。修道院？行った方がいいのか、これ。修道院と本土があまり探索できてない気がする。とりあえず太い枠のところは終わったよね。よし、じゃあ本土行こう。ので一回また戻ってワープだな。よし、ワープワープ。本土行く場合はどういうルートがいいんだ。まっすぐ行って上かな、だね。行っちゃうこのまま。いや、アルベロこっちけてが早いか。だよね。なのでアルベロのワープから、あそこはなんだっけ、修道院。名称的には修道院だね。あれ、修道院って2個あるの。そもそもモックスルヒアイ修道院、消防の聖女修道院。そっかそっか、2個あるんだね。モックスル方ね。ここで、まあとりあえず手持ちのアイテム類全てないはずなんで、まあ行っちゃっていいな。そうだから、あの赤ん坊とかがね、まだどっかにいるかもしれないから、いろいろと回ってみるべきなんだろうとは思うんだが。下右、久々だな半分マン。あ、取れないんだっけそれ。切れる。で、降りれないよね。右から降りる感じだよね。下見てみる？あ、あいつがいんのか。行っちゃおう。で、この下。こっからだ。あ、
ここも湯気出てるから湯気っていうのか。これジャンプで降りたらどうなるんだろう。死なずになんかここら辺に着地できんのか。まあまあいいか、とりあえず行こう。すごい久々。あ、ちょちょちょ、左とか下に何かあったのかな。あ、取れて、あ、鶴だね、鶴。鶴があれば、どうしよう。あれで倒すか。ちょ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 、これ。倒した。で、生物の3下。これだ。ジャンプ。あったね。骨はもうないんだよな。ガラン、ガラン、何、何、ガラン調の彫像、なんだ、緑青色、アクアマリンで表面が覆われた青銅製のロザリオの玉。ガランでいいのかこれ。読めねえ。ひな鳥に自らの血を飲ませて育てるという。胆汁のフラスコミを飲んでいる際、いかなる危害からも持ち主を守り抜く。ほう、隙がなくなる感じかな。よし、あとはこの下だね。そうか、ここは音がないんだっけ。とても静か。下降りて、その下あるね。で、左の方。あ、取ったか。取り忘れまだあるだろうな。どこだろうな。ここ行くべき、行くべきかな。やっぱ行くべきだよね。じゃあ上戻って右行こう。あぶね。右、右か。落ちたら、落ちたら下の段に行くだけかなこれ、普通の状態だと。で、右行って、あー、じゃ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 い、あたらーん。あ、自分のところ戻ってくるのかこれ。違う当て方ができるかもね。あ、通れねえんだ俺。なんか嫌な予感するよね。トゲあるわ。素晴らしい。これ俺苦手なやつ。顔がいるな、顔が。握っちゃってん。どっかこう、ねえ、ショートカットがね、あるんじゃねえかな。あーだ、大丈夫だ。あ、頭ぶつかるやつ。いや、行ったな、これ、多分あそこ。あ、行ったわ、これ、超辛いとこじゃん。だよね、トゲトゲがあって、足場があって、足場が動くところだ。よし、終わったぞ。あと行ってねえとこどこだろう、こっち？あまり探せてないなって思うところが、こっちだ、消防の聖女だな。行ってみっか、じゃあそっち。行ってみます。消防の聖女。行く場合は、ワープないね。マルベロから登っていけばいいのか。よし、行くぞ。またこれか。危ない、ちょっと、ちょっと。あるよね。信じてました。
で、上か？上行ってって感じか。よしよしよし。黄昏山脈。復活してんな。痛い。逃げるんじゃない。まあセーブしよっか。これって結局熱上ゲージ溜めまくってセーブすればいいんじゃねえのっていう感じだよね。これが一番安全というか安定というかだよね。でワープゾーンが上で行くべきが消防。登っていけばいいんだよな。アルベロだな。でなんだっけ、なんつうな、ロープウェイ、違うな、ゴンドラ。使い分けが分かんねえ。ロープウェイとゴンドラの違いってなんだろうね。怪しい壁、さすがにねえか。行きます。なんかまだ取り残しが、あ、ねえか。でまた上だね。行っちゃっていいんだよな。これないよね。ここがあるからもう多分鈴の音を聞いてみよう。ないね。ないね。オッケー、行きます。さあ修道院。右は取ったんだっけ。取った取った。よし来たぞ。で行ってみる。この左とかもなんかあるかもね。行ったかな。記憶にございませんよこれ。いや行った。あちゃ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 、見えてなかった。まあ行ったな多分な。これはさすがに。うっち。出るわ。でも油かけられたんであいつ倒していくわ。ねえか。あとはそう、なんかこういう背景にこういう像がいっぱいあるステージあった気がするんだけど、どこだったっけね。上登ってこのこことかね、行ってみるか。何があるのか。セーブすっか。左行って降りてっていいんだな。うっち。2階か。おのれ。幽霊。でこの左か。さて行ったかな。みたいだと早いよね。まあ威力大したことないから待ち構えてんな。当たる。
射程あるんだな、いつも。あかんて、今後ろにレーザー撃ってなかったか。タイミング。さあ、なんかありそうな。あ、これか、来てたか。やっぱなんか落ち始めてんのにジャンプしてる気がするんだけど、これ気のせいかな。うん、飛距離伸びんのかな。上行ってぐるっと、ま、いやーねえか、ここは何も。まあ、せっかく来たんで、あの像壊していこうぜ。像あるよね。あ、ねえや、ここねえんかいっていうね。またこれか。食らってる？かすってるっぽいな。どうした？ショートカットだったのかな、あれは。取ってある。多分最初に戻ってくるための。ああ、もうあったわ、そういえば。ここの左とかにはないのか。なんだかんだ言って通ってるか。あ、ちょちょ、あっつ、いつかなくなるでしょ、油。魔法の油かな。あいつは許さん。うち、ため切りで、ため切りの前に死ぬんじゃない。しゃあないな。よし、行くぞ。ボスの間か、これ。どうなんだ、なんもねえよな。音もしない。まあ、顔の人だ。焼け焦げた顔の人だね、ここ。上になんかいろいろと部屋があるけど、取り逃しがあるかもしれない。右の奥。あ、ゴンドラか、ここ。そっかそっかそっか。で、ドルフォスか。ここは HP の人かな。で、上にドルフォスの仮面があったのかな。だね、仮面ここで取ったんだ。そっかそっか、ここはこれで終わりか。あとは剣があって以上だな。で、ゴンドラ乗るとどこ行くんだっけ。ここ壁か。あ、これ壊し行こうか。これ多分あれだよね、告白者。よし、行こうか。つうか、どこのやつを壊したか覚えてないんだけどな。壁来ました。いっぱい馬がくっついてんだ。
左のボスの間のところも行ってないんだよな。ここはもう取り終わったろう。あ、ボスの間のところだから多分壊してないわ。行っちゃってるのかな。開かない？開かないね。ここ入れば左に出る感じ。あ、ちょ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 、おのれ。あー、出なかった。悲しい。開かない。ボスの間降りたらどうなるんだろう。そこのアイテムは取ってる。降りるとここに出る。はいはいはい。開かねえか。まあ、鈴の音も聞こえねえわ。今さ、ここに影あるよね。影、ボスの影かなこれ。あるんだけど、透明人間がいるみたいだね。ないか。でこっちにこれがあると。全部壊したからといってって感じだな。何もない。何も起きない。よし、これはこれで終了だ。よし、じゃあですね、まあほぼほぼ回り尽くしたと思うんで、行きますか。今回はここまでにしつつ、こっから帰るんだっけ。次回、ついに強行聖火だっけと戦うという感じにしましょう。あっちの手前とかにも隠しの部屋があるかもしれないね。ねえかな。ここはもうねえよな。登って大聖堂。うん、いやー、ここも探し尽くしたでしょ。よし、じゃあですね、この手前のここまで行ってセーブしたというところで終了にするんで、動画的にはここまでにいたしましょう。ということで、また次回。それではまた。